多摩野市の東寺ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブで開幕した山陽新聞レディースカップ今年はプロ115人とアマチュア5人の合わせて120人が参戦していますステップアップツアーの賞金ランキング1位台湾出身のウーチャイエンのほか津山市出身のルーキー小林光月など地元ゆかりの選手も出場しています 今年は4年ぶりに観客の入場制限を設けず、開催優勝賞金は540万円で、賞金総額は3000万円です。大会の上位2人の選手は11月に愛媛県で行われる大王製紙エリエールレリスオープンの出場権を獲得します。大会は明日まで予選ラウンドが行われ、60位タイまでの選手が明後日の決勝ラウンドに進みます。